こんばんは、テレビプロデューサーの佐久間信之です。乃木坂46の陳内舞さん、大園の桃子さんお疲れ様でした。2021年4月14日水曜日、この時間は私佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。えー、東京オリンピックの開幕まで100日という、まあね、えー、なのですが、都内は新型コロナ対策のまん延防止等重点措置期間中ということで、飲食店も20時までとかになってるのかなそういう風に、あの、 あの、協力してくださいっていうふうに言ってんだね。で、大阪府は新型コロナウイルスの感染者が新たに1130人確認されて、過去最多を更新でなんか、不要不急の手術ができないみたいなこと言ってるから、これ結構大変なことだよね。でさ、あの、演劇とかで、ここのとこ立て続けにキャストの方がかかって、で、公演中止になったり、休止になったりっていうのが増えてて、あれも本当心が痛いよね。演劇ってやっぱ一月二月稽古するから、 ね、あの、それが全部不意になっちゃって本当に申し訳ないなっていう、申し訳ないから大変だろうなって思っちゃうし、このままだから本当オリンピックね、どうなるんだろうなってちょっと心配になっちゃう、うん、と思ってます、今は。で、なかなか外で遊べない日々が続いてますけど、その、そんな中ね、本屋大賞が発表されて、 で、対象は福岡県の町田園子さんの小説、5 2ルツのクジラたちが選ばれたっていうことらしいです。本屋対象はね、毎年出てからはよ、あの、発表されてから読んでるから、あのー、今のやつだったら逆、俺逆ソクラテスぐらいしか読んでなくって、あのー、この番組でさ、やっぱさ、確かに、このテレビの仕事始めて、配信ドラマをめちゃくちゃ見るようになってから、本、減ったんだよね。本、 あんなに読んでたのにと思ってるんだけど、ちょっと情けない話、年間10冊も読まなくなってきちゃって、年、ね、10冊ぐらい、月に1冊ぐらいとかぐらいしか読まなくなって、読もうと思ってよ、しかもそれも。それが配信ドラマが異常な量になるから、そうなんだよなあの、最近読んだのはね、そう、ここではあんま話しないんだけど、えー、っと、今読んでんのは浅井亮さんの性欲これめっちゃくちゃすごいよ。 うん、正しい欲って書いて、性欲ってやつ。で、あの、これ横道にそれるんだけど、浅井良くんが毎回、あの、検本してくれるわけ。まあ、知り合いだからね。それで、毎回その、サイン、サインみたいなとこある、書いてくれるじゃん。そこに、身も知らねえやつのサインが書いてあるから、誰のサインかなと思ったら、DJ 松永のサインだった。<laughs> 多分あの二人めちゃくちゃ仲いいからさ。多分二人で飯食ってる時とかに、その佐久間にこれサインを本、本送んなきゃいけないんだよっつって、めんどくせえなーっとなって、じゃあ俺書くよってなったかもしれないけど、<laughs> DJ 松永のサイン、誰、誰のサインなんだって思ったら、松永のサインだったんだけど。あの、まあそう、素晴らしい本当に。まだ読み終えてないからちゃんとした感想は言えないけど。あとね、えっ、ー、と、瀬尾舞子さんの夜明けのすべてって本夜明けのすべてだったけど、うん、と、あと、最近、 アサイリョのやつと並行して読んでるのは、西川美也監督の、えー、っと、スクリーンが待っているっていう、その素晴らしき世界を書いた、あ、撮った、その裏側のドキュメントなんだけど、ドキュメントなんだけど、西川監督ってさ、直木者の候補に回ってるぐらい文章上手いから、とにかくね、その映画に進むところが面白くて、これ本当はおすすめです。でね、あの、本を読む本数は結構減ってるんだが、あのー、漫画ですよ。 で、漫画、今週ね、漫画の話もとかしようと思って、でね、今となったらもう進撃じゃん。進撃の最終回の話じゃん。ね先週の金曜日かな最終回。それで話すぞと思ったの。で、何話そうと思った。何も話せない。<laughs> なん <laughs> なの本当にエヴァといい。進撃の話するぞと思って <laughs>。うんって,って。あのー、自分のメモみたいのさ、作ろうと思ってさ、その、もうしっかり話そうと思ったんだけど、一行目から何か言ったら言うかわかんないっていう状態になって、誰が生きてて誰がどうとかも話せないし、みたいな。ならもう本当でさ、この進撃もさ、エヴァはさ、一月あぐらい経ったら、 えー、庵野監督のプロフェッショナルがあったから、ある程度出るからネタバレ解禁ですって公式が言ってくれたじゃん。だから一月だった。ネタバレ現金は。でもさ、進撃ってアニメがあるじゃない。で、アニメを待ってる人たちがいるわけでしょで、アニメはファイナルシーズンまだ全然先でしょってことだね。俺最終回の話、ラジオで話せるのって、あと1年半後ぐらいってこと <laughs> <laughs> そうなのかなだから、ど、うん。か誰か教えてほしいのよ。 このタイミングでもう話していいですよ、進撃の話をって。ここまでならっていう。な今さ、進撃の話でもさ、最終回の話どとかじゃなくて、あのー、その、いや、ライナーがさ、とかも話せんの。それも OK なのかどうかわかんないでしょだからもうほんと。単行本が出たらもういいのかな単行本までは単行本派のことは考えようか。アニメ <laughs> <laughs> それすげえ考えて喋れなくなっちゃうんだよな。なら別ちょっと別の話しようかな。 ネットフリックスでガンダムが実写化っていう。<laughs> <laughs> 監督がさ、映画キングコングドクロ島の巨人ね。あれ最高だったな。などのジョーダン・ボート・ロバーツ。あのー、めちゃくちゃヒゲが伸びてる。あの監督。オタクの中のオタクと言われている。出演者や公開事件明らかにされてないんだけど、やんのがさ、ガンダムの実写化って、まあ、それだけで壮大な、すげえなと思っちゃうけど、な、どこやんのまずファーストやんの。一年生生やんのがね。 一年戦争でちゃんとアムロとかブライトとかが出てきてやるのか。でもさ、あれブライトってさ、一年戦争見てみると、多分俺の記憶がうっすら間違ってるかもしれないけど、あれなんか二十歳前後なんだよね、ブライトってね。そうなんだよね。ってことさ、めちゃくちゃ若いキャストになっちゃうじゃん。二十歳前後の人で、演じられるブライト。<laughs> あんな決断力のある人。<laughs> できるだからさ、オリジナルであるのかな。でもさ、ガンダムって、例えば先行のハサウェイとか、 あの、ポケットの中の戦争とか、なんだったらスピンオフというか、一年戦争の裏側だけでもできるじゃん。だから、完全オリジナルでもできんだよね、ガンダムってね。だから、そっちなのかなと思って。なんか、原作似てる似てない問題とか、ガンダムとかさ、もうさ、怖そうじゃん。<laughs> あの、世界中の <laughs>、<laughs> アムロですって言ってきて <laughs>、お前がアムロじゃねえみたいな、ありそうじゃん。だから、そっちにするのがどっちなんだろうないや、ちょっと楽しみだなと思って。だって、 制作はパシフィックリムとかジュラシックワールドの会社なわけよ。ってことは予算と CG はもう問題ないわけよ。そうするとどこを描くのかだけ。だってレディープレイヤー1のガンダムが出撃するシーンあれ最高だったじゃん。ねメカゴジラも出てくるとこ。でそっからまた進化してるわけだから、すごいのは見れるのよ。森崎ィンが演じるさ、大東のさ、ガンダムに祈る、僕、俺はガンダムで行くのシーンうん。あそこだけ真似するもんね、やっぱね。<laughs> あそこだけ不意に真似するもんね <laughs>。ただ、やっぱちょっと一個だけ、やっぱこのガンダム問題。監督も俺は大好きな監督。で、CG も大丈夫。でね、ちょっと一個心配なのが、脚本がね、ロストの人らしいんだよね <laughs>。ロストの人かーっていう。うん。だからさ、あのー、俺たちっていうか、まあまあみんなある程度そうだと思うんだよ。あの、プリズンブレイク24は最後まで信用できたところはある。あの、途中飽きたところもあるけどね。 やっぱロストかーっていう, <laughs> <laughs> どう。どうすんのどうすんのどっちのパターンモビルスーツが無人島に不時着するパターン <laughs> <laughs> なのかなそこで生活する話だと嫌だよ。もしくは一番嫌なパターンがロストで想像するのは、 えー、みんな無人島に不時着して、で、ここにはガンダムっていうのがいるらしいってなって、あの、で、一人一人殺されてって、ガンダムっていうのに殺されてるらしいっていう、ガンダムなんて本当にいるのかっていう話。で、見せられるのは人間同士の争い。で、それが最終的にドクロ島で繰り広げられるっていう。 やだよ、本当に。ガンダムなんていないよってみんなが言ってて、そんなガンダムなんかいるわけないって言ってんのが、時々ドシーンって音がして。<laughs> で、みんな一人ずついなくなって。で、最終的に逃げ出したと思ったら、みんなで最後島に戻ってくるっていう、ロッソと同じような感じの。 いや、だからそれだけ心配なんだよなぁ。まあ、ただ、これが見れるのはもう随分先でしょでもまあ、だからそこまでね、おうち時間を充実させながら、今この時期をこうやってのみんなで乗り切っていこうかなぁ、なんていうふうに思っております。えー、それでは今週も始めていきましょう。佐久間信行のオールナイト日本ゼロ。改めましてこんばんは、佐久間信行です。毎週水曜日のこの時間は、佐久間信行のオールナイト日本ゼロをお送りしていきます。 『ガンダム』の実写化もめちゃくちゃ楽しみなんですが実はですねネットフリックスからこの番組でぜひ紹介してほしいというおすすめ新作の案内が来まして <laughs> いやこれすごいよラジオ続けてみるもんだねついにネットフリックスからちょっとこれおすすめがあるんで番組で紹介してくださいっていう <laughs> 来るからなでそれがさ「あの極主不動」というね作品なんですけどあの知らない人もいるかなでもめちゃくちゃ売れてる漫画だからねあの不死身の えー、竜、たつかあという恐れられる極道の世界から突然姿を消した伝説の男が専業主婦の道を極めるために敵の世界に現れたっていう、えー、作品でですね、あのー、今、これアニメなんですよ日テレでドラマやってたじゃん日テレでドラマやってて玉城宏さんがやってたのかなでそれが、えー、っと今、アニメ化されててネットフリックスに入ってるんだけどあの見たんだけどあのめちゃくちゃあのギャグ漫画ってさ あのアニメ化するとさ、ちょっとあるじゃん、そのテンポが悪くなったりとか、あのおなんか,マットかをしっかり作ってる分、ちょっと軽くなったりするじゃん、それがさ、あの死ぬほどテンポよくて、30分であの6話とかやるんだよね、<笑><笑>なんかさあ、20分か、20分ぐらいで6話やって、3分ぐらいで一応終わるんだよね、だからめちゃくちゃテンポよくて、普通に楽しく見れた。だから あのご極主浮動ってさドラマもめちゃくちゃいい出来だったんだよねでおすげえじゃんと思ってたらアニメも全然負けず劣らずの出来だったんであの、これ普通に何かなのかな Netflix さんから紹介してくださいって言われたからまあ見るかって感じだったんだけどめちゃくちゃサクッと見れてよかったんだおすすめですということで極主浮動は全現在ネットフリックスで配信中です気になる方はぜひネットフリックスでご覧くださいということですで、さあメール募集しましょう今日はですねロボットの話を送ってくださいと 産業ロボットフィクションのロボットお掃除ロボロボット関係の話なら何でも OK です僕はもう本当にあのこの話はあんまりラジオでしないと長くなるから本当に好きなものなんて話も長くなっちゃうから俺ね本当アイザック・アシモンっていう SF の小説家が大好きでその人の書いた「我はロボット」っていうロボット三原作を最初に作ったあの、うん、小説なんだけどそのロボット三原作で組み合わせだけで1話やるんだけど。 そ,のそれがもうほんと死ぬほど好きだったから我々ロボットが映画化されるって言ってしかもウィル・スミスて最高だなと思って何年も待って見たああいうロボットがつまんねえっていう、<laughs> <laughs> 悔しかった <laughs> 全然違うし原作と <laughs> アクションものになってるし <laughs> そんな話じゃねえのにっていう <laughs> ってのがあったっていうのが俺の中のロボットエピソードなんだけどえー受付名ン後でささくまっとまあゴールナイトニッポンドットコム サクマットマーーオルナイトニッポははははです、えー、<laughs> がそうだそう考えると簡単ム心配になってきた <laughs> だからやっぱ期待すぎしすぎないで見た方がいいのよメールを送ってくれたリスナーから抽選で5名に番組ステッカーをプレゼントしますさてこの番組はスマートフォンアプリの「ミクチャでも東京都千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています さらに放送終了後には「ミクチャ」限定のアフタートークも生配信ミクチャのアプリをダウンロードして「オールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます「オールナイトニッポンゼロでミクチャでもお楽しみくださいではここで1曲中村和義で「キャノンボール」 日本放送キーステーション全国ネットで放送中佐久間信行のオールナイト日本ゼロ佐久間信行ですこの時間佐久間信行のオールナイト日本ゼロをお送りしていますまああのリスナーもびっくりしたんじゃないですかね <laughs> あのキャノンボールという僕が大好きな曲の一番いい大サビのあ僕は死ぬようにつってわーっつってここから大サビだってした瞬間ワンツースリーフォーってジングルジングルが流れ始めたから <laughs> <laughs> うえ、何、何、何って俺と福田もなって、で、ブースに向かって、ってか斎藤 D に向かってさ、どうしたのどうしたのつっ,ったら、ずっと下向いて誰も答えねえから、あ、俺たちの空耳かなと思ったんだよね。で、どうしたのつっ,ったら、すげえちっちゃい声で、間違えました。<laughs> <laughs> <laughs> 本当に間違えた時のやつ。<laughs> 本当に間違えた時の小声の報告。<laughs> ということで、あの、あの、不意にリミックスになっちゃいましたけど、密です。<laughs> メール来てます。ラジオネーム、おしゃけは二十歳になってから。進撃の最終回をネタバレしないように語るなら、ありがとうの一言しか言えません。まあ、そうだな。そうね。これはそうだね。新エヴァはさ、でもさ、あり、もう言っていいと思うけど、ありがとうも言いづらかったじゃん。ありがとうって言うとちゃんと終わったのってなるじゃん。でも、 進撃は最終回ってちゃんと名打ってるから言えるね。ありがとうだね、これはね。間違いない。ありがとうってはいい。これは、これはまあ言える。うん。<laughs> えー、続きまして、リアクション見えるですね。ラジオネーム、ボートミン。えー、進撃で話していい内容ですが、単行本派の私は、最終回をいち早く読もうと、別冊マガジンを今回初めて手に取ってみた。あー、その気持ちはわかる。予想以上に、めちゃめちゃ分厚いよーっていうことを話していいと思います <laughs>。 ああ。いや、俺は、さらに、どうしても我慢できなくて、俺、マママガポケで買っちゃってくから。うん。だから、あ、でもこれは言える。あの、12時回った直後にマガポケを購入しようとしたら、重くてダウンロードできなかったのよ。で、購入できなかったの。その、あの、マガポケで買おうと思ったら、まず、その、えー、そこの通貨みたいなの買わなきゃいけないんだよね。あの、直接課金はできないから。で、そのポイントを買って、それで買うんだけど、 そのポイントは変えなかったんだよ。12時から30分ぐらい、なかなか。サーバー落ちに近いような感じかなそれは言える。<laughs> あ,あそれぐらいめちゃくちゃ重かったもん。えー、ラジオネームジャイアントアツヒコ。今週月曜の菅田正樹さんのオールナイト日本では、進撃の最終話をまだ読んでない須田さんが、トータル1時間半ぐらい焼きたてジャパンの話してました。なんでだよ <laughs> 焼きたてジャパン。焼きたてジャパン。焼きたてジャパンもう後半覚えてねえけどな。すごいです、なくん。あの、リアクションに命かけてる漫画だろ <laughs>。うん。わかるわかる。いやいや、俺もこれ嫌いじゃなかったけど。でも、焼きたてジャパンを最後までの記憶はないよ、う。ん なんかあの、うん、な、なつったらいいのズタポロになんか、どん、どういう漫画だかよくわからなくなってって終わった感じがするんだけど、それで正しいよね、多分ね。俺の認識でね。最後までよく1時間喋れたな。<laughs> えー、ラジオネームジャイアントズヒコ。実写のブライト館長役ですが、髭を剃ったサナダヒロイキさんなら、もともと動眼ですし、対応できると思います。自信すぎるだろ <laughs> だから、二十歳以下だったら、十八とか十九とかの役でしょだよね、うん。 あのクルーってさ、実はさ、全員あれなんだよね。寄せ集めとかなんだよね、きっとね。あ、そうだったよね。もう、もう俺も薄い記憶だけど、そう。なんだよな。もうみんな伝説上になっちゃったけど、でもそれをよく束ねてる、19で。寄せ集めであんな、どでかい戦艦乗せられて、ガンガン人死んでさ、マジで。すげえ話だな、よく考えたら。う <laughs> ーん、はい。っていうことです。えー、そうだ。えー、一個。 リスこの間、先週のフリートークで、あの、俺、カードの IC チップがダメになって、で、ウォサをした話したじゃん、小田原で。でね、その時に、メールもらったじゃん。あの、佐久間さんと。あの、IC チップって、消しゴムで消すと綺麗になりますよ、と。あと、アルコールで拭けば綺麗になりますよ、みたいな。ほんとかよ、と思って。で、二日後ぐらいに、ラジオ機で、ね、お金元気なくなったから、あのー、消しゴムでね、消して、で、アルコールで拭いて、コンビニ a t ィの持ってったの。 通ったね。<laughs> 本当うん。ラジオ、ラジオ知恵袋でしたよ。全然、ちゃんと使えたんだけど。<laughs> 大丈夫かなと思ったら、本当に普通に使えたっていうんで、ありがとうございますっていう。でね、ここで来週のスペシャルウィークのお知らせです。えー、4月21日の放送にゲストが来ます。ニューヨーク ショーレーレス、バラエティー YouTube 何やらせても今面白いコンビです今のニューヨークのポジションというのはどこになるのかというと多分ね、なんかね、まあ、今度ゴッドタウンにも出てもらおうかなってまた定期的に来てくれてるんだけど別の企画で呼ぶんだけど打ち合わせの時間もなかなか決まらないぐらいにそうですねだからねあのニューヨークこの中もう言っていいのかなあの来週ニューヨーク来るじゃんニューヨークって木曜の「ラビット!」出てるだよ <laughs> なんかな朝の5時までやった後あいつら「ラビっット!」行くじゃんその日のゴッドタンにもポッキングしてるとだからあのお互いに分かれてまた会うんだけどそういう意味でニューヨークがうほんとね今まさにブレイク中じゃないですかでこれから今まさにブレイク中の人の話聞くの面白いからねだからいろいろ聞いてみようかなと思ってますでですね企画書は「ラブレター」のコーナーでニューヨークの企画案を募集しますので送ってください あのニューヨーク今ねだってこれからあれえっ、ー、とテレ朝の番組では冠持ってるよねえっ、ー、と何だっけあれ違ったっけバラバラ大作戦で始まってなかったらニューヨークの番組しかも始まってる俺まだ見てないけどあるように始まってるよねってことは冠も持ち始めてるからどういう番組だったら他にいろんな番組作れるのかっていうのがあるのでということで来週はニューヨークが来ますのでぜひお聴きください えー、そんなね、えっと、そのニューヨークがブレイク中みたいな話してんだけど、僕が独立してね、あの、なんかわかんないんだけど、興味持ってくださる方が結構いるのか、取材を結構受けたんですよ。それは多分ね、独立のニュースが Yahoo トップに載ったからだと思うんだけど、それでいろんな人が知ったから、俺今月いろんな取材受けるんだけど、その時の、やっぱそうなってくるとやっぱ一個問題があって、これがね、 俺の服がダサすぎる問題っていうのが <laughs> あるのよ。うんまあまあもともと全くあのー、興味がある服に興味がある人間じゃない。これはもう本当に認める。でもしょうがないじゃん。それは何に興味あって何にお金使うかはあの個人の問題だから俺はまあもう全然気にしなかったんだけど。 その、ずっとこのシャツね。あの、ミクチャんの人もあれだと思うけど、秋ぐらいからずっと同じシャツを持って、別に衣替えとかしないんだなっていう赤黒のチェックのやつみたいのをずっと着てたりするんだけど、それでね、あのー、その中に、俺は気にしなかったんだけど、周囲が気にするようになってきて、この間急、ついに大倉さんから、あの、俺のなんかフライデーの記事がなんか持ってこられて、ダサすぎるって言て。<laughs> ねスタイリスをつけた方がいいって言われたの。 で、なんでって言ったら、いや、あの、佐久間さんは変わんなくていいと思ってるし、けど、一緒に仕事してる俺たちと、あと、あんたと一緒にやってる番組のカリスマ性が落ちていくって言われて、<laughs> ダサい服で <laughs>、どんどん出てるとって言われて、ええー、と思って。で、でも、その別に、俺みたいな取材って、まあ、基本、あの、そんな別にギャラとかたくさんもらうわけでもないし、なんらノーギャラのやつもあるから、それ全部スタイリストつけてたら、 俺、その、毎回、その、数万払うことになるわけ。だから、それはやっぱ、さすがにさ、と思うと、そうすると、そしたら、大倉さんから、読むのかな、服買った方がいいって言われたんだけど、あの、紹介するって言われたんだけど、大倉さんってね、俺、芸能界で知ってる人の中で一番おしゃれなのよ。あの人、ほんと、アレキサンダー・マック・イーンとか、グッチとかさ、もうそういう服しか着てないから。そんなのに、あの、別に、全く払えないわけじゃないよ。それの俺だって40の仲間の人間だから。ただ、俺は、もほんともったいないと思っちゃう。で、あと、 なんか、あのー、もうね、染みついた高い買い物をするんだと嫁の許可がないと怖いっていう。<laughs> <laughs> まあ、これは別に嫁に言われるわけじゃなくて、なんかそういう風に染みついちゃったんね。そしたら、この間家でね、仕事してたら、奥さんが俺の、俺の部屋ね、ガチャッと開けて、怒った感じで、どうしたのって言ったら、あのー、フライデー見せられて、ダサすぎるって言われて。<laughs> <laughs> <laughs> いやって言って。いや、ちょっともうやだっ,っていや、 それはさ、そもそもお前が、どうせパパなんて別に服に興味ないし、すぐ汚しちゃうんだから、ザラとかニューヨークとか、あじゃあユニューニクルとか買って、そのシーズンごとに着つぶして新しい服着た方が逆にいいぐらいよっていうから、そうしてんだよって言った。いや、普段はそれでいいですが、あのー、これはさすがに、あの、独立した、して、ちょっとはイメージあるでしょ、みたいな。からええー、っていうふうに言った。な今度、 あの、雑誌のスパーかなスパーかなんかの、なんかコーナーに出るんだけど、それの取材の申請が来て、あ、それはもう全然喜んでって言ったら、なんかそのスパーの担当の方から、あの、写真撮るのこの人ですっていう風になんか資料を送られてきて、それがなんかティムギャロって書いてあって。で、そこでティムギャロさんが撮った写真が、あの、過去の写真みたいなのが上がってきて、そしたら田中圭君とか、田中圭さんとか、佐藤健さんとかが、めちゃくちゃかっこいい写真が何枚も書いてあって。で、その人のインスタ見たら、 あの、ティム・ギャローで検索してくれるとあれなんだけど、とにかく、めちゃくちゃオシャレな写真しか撮ってない、ファッションカメラマンみたいなのが、あの、なんで俺撮るんだって。<laughs> で、しかもそれを、なんで俺に送ってきたんだった。で、それを嫁が、その、あの、メールを見たの。で、ティム・ギャローの写真見たら、ようちの奥さんって、田中圭さんとか大ファンなんだけど、 K と同じ写真家が撮るんだったら、って言って、はって言って、K と同じ写真家が撮るんだったら、服買いに行くしかねえって、<laughs> 嫁が言い始めて、恥ずかしいって言い始めて、<laughs> えって言って、で、その日久しぶりに、まあ、えっと、半日ぐらい休みだったんね。土曜だったんだけど。ね家族でご飯食べようっていうふうに、外でね、久しぶりに、ずっと家見しながら家族だったらいいじゃ外でご飯食べようって言うから、その時間を遅らせてでも、服買会に行こうっつって。 娘もついてきて、家族3人で俺の服買い行ったんだよ <laughs>。<laughs> で、銀座のさ、えー、っと、まあ、服屋ね。まあ、あのー、結構いいところに行ったのよ。で、そこに家族3人で行って、で、家族3人で行ったら、嫁がその店員さんに、あのー、この人の、あのー、服が欲しいんですけどって、えって。で、俺さ、やっぱその、もうずっとネット通販でしか服買ってないから、まずなんかもう、ちょっと、服屋が、はんか、なんつうの恥ずかしいっていうか、 うん。そ、なんかさ、わかる俺もうほん、これ、服に興味ない人しかわかんないかもしんないけど、服屋に着てく服ないわっていう日常タイム。俺、もう。うん。だって俺このシャツ言ってんだから。<laughs> <laughs> <laughs> から服屋に着てくシャツないわと思ってるから、服屋に入った瞬間から帰りたいって気持ちが湧いちゃうのよ。もう。もう帰りたいがもうその時点で湧いてんの。で、奥さんが、この人の服、つっ,ったら、店員さんがザーって見て、うわ、そうだと思った。大体ね、 あの、シーズンとか始まる前の服がたくさんある時じゃない時のタイミングだいって服やって、俺のサイズないのよ、大体。うん。大体俺、もうね、あのー、X184 で、XL よりも全然でかいから。だから、あのー、ユニクロとかで買う時も、XXL とかなのよ。そんな服ないから、店員さんが明らかにうわって顔してい。うわってんのかなえ,え、え、みたいな。<laughs> そしたら奥さんが、あの、今度、 この人は取材あるんですよ。写真とか撮られなきゃいけないんです。だから、意識コーディネートしてくださいって店員にも丸投げしたの。うん、<laughs> このお願いしますって。あのー、えっとなんだっけな。ティブ・ギャロみたいな。<laughs> いや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 みたいな。<laughs> でね、つって店員さんが <laughs> わかりました。って。コーディネートすればいいんですね。つって、シャツとパンツとジャケット、持ってきてくれ、全部ね。持ってきてくれと。これがね、どれも入んなかったんだよ。<laughs> で <laughs> そのお店の、ちょっとおしゃれだって言われてる服。あの、要は、その店員さんが、だったらこれでしょっていうタイプの服。あの、スリム的なやつ。全、どれも肩が入らなくて、肩が入なくて。そしたらもう、あの、嫁と娘が、顔真っ赤になってきて、で、店員さんが、あ、すいません。あの、ちょっとあれですね。もう一回探してみますって言った瞬間に、恥ずかしいって言い始めて、<laughs> 家族三人でこんなとこに来るんじゃなかったって言われて、で、娘が、 <laughs> 本当についてくるんじゃなかったって言い始めて <laughs>、で、嫁が、お前ふざけんじゃないつって言って、痩せろって言い始めて <laughs>、で、で、店員さんが慌ててね、また持ってきて、持ってきてくれた服、ジャケット、何種類か。それも入んなかったの。で、そうなってくるとさ、あの、あ、そうですね、あギリギリ入るんだけど、型が入んないみたいな状態となると、また持ってくるとさ、どんどん、あの、無地になってくるのよ。 の、柄物がなくなってきて、無地のものがな、なってきて。で、店員さんが、いやーでもなんか、あの、体が大きいとシンプルな方がいいと思いますって。<laughs> シンプルな方が、柄とかだとやっぱ、坂本さんぐらい大きいと。あの、ね、っていう風うに言うから、嫁が甘やかさないでください <laughs> デブって言ってくださいって。<laughs> なんでだよって。なんで店員にデブって言われて。もう、もう、でも帰りてえと思った。早く帰りてえと思ったの。そしたら店員さんが、あの、無地のやつを二つぐらい持ってきて。で、一個、それでもおしゃれな方。ちょっとその、シルエットがいいんですよみたいな。あの、やつを、あの、ジャケット着てみませんかって言われて。で、T シャツ着たんだけど。あの、もうね、もう帰りたいってなる。 早く決めたいってなるじゃん。それで、あの、通ったんだけど、で、肩まで入った。けど、明らかに、つ、肩が詰まって、これ以上は動けないな。<laughs> ちょっと動いたら、あのー、なんつうの、あの、ハンターハンターのゴンみたいに複数部破くなっていう、の状態 <laughs> わかるあの状態だったの。でももう俺はこれでいいと思ったのよ。もう写真撮影で動かなきゃいいから。そしたら奥さんが、ちょっときついんじゃないって言うから、いや、きつくないっすよってっ全然きつくないっす。<laughs> ちょ、か、手を上げてみって言われて。 はなんで手を上げなきゃいけないん <laughs> 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 店員の前で、夫婦で <laughs>。いや、手を上げられるでしょって。<laughs> いや、ちょっと上げられない。ね、上げなきゃいけない理由がわかんないもんだって。<笑><笑><笑>そして後ろに回られた奥さんに <laughs>、手を上げようとしたら、うん、はいはいはい。動きませんって言われて。<笑><笑><笑>で、その <laughs>、その <laughs>、つって、もうじゃあ、じゃもうここの店にあるジャケットはもう全部ダメになったの。<laughs> そしたら店員さんが今度、こっちのパターンどうですかつって。その、 なんか、ジャケットじゃなくて、ブルゾンとジャケットの間ぐらいの、形状が変わった、素材感が、その、ちょっとビニールみたいな、ゴワゴワの、本当にオシャレな人が、着るタイプの服なんだけど、素材で勝負してますみたいなやつを、これだったら、緩いんで、つって入ってそれは入んのよ。でも、俺の中では、いや、これせん、素材で勝負するのは俺には無理なんじゃねえけど <laughs>、と思ったんだけど、奥さんは、これ動くじゃん、つって。 で、これおしゃれだから、これにしようっっ。で、これに合わせていくのっての。この素材感のやつに合わせていくんだってなると、店員さんが、となるとやっぱ、そこっち素材一変わってますから、パンツも変わってきますね、つって。で、持ってきますっ,って。持ってきたのが、その、真っ白な、ちょっとビニールっぽいパンツ、あるじゃん。あの、素材感に素材感を重ね、上の素材に負けない感じの素材のやつ。で、持ってきて、 俺この素材と素材を合わせたやつで出るのかなと思ったら、で、もう一個、今度普通のちょっとグレーっぽい、あの、シルエット、またこれシルエットだけちょっと綺麗なんです、みたいな。で、素材、これと合わせたら綺麗と思います。で、俺はそのシルエットの方、こっちの方が攻めてないから、あ、これにしますって言ったら、あの、じゃあ、一回履きますかって言われて。いや、入るんじゃないですか <laughs> って言ったんだけど、奥さんが <laughs>、そ <laughs> んなわけねえじゃんって、パンツ試着しないで買うやついるわけないんだから、それは試着しろよって言われて、わかりましたって言って。 で、もう娘はさ、多分そのやり取りが恥ずかしくなってるのかな中3だから。もう遠巻きに離れてスマホじってつ, <laughs> <の> <laughs> ついてくるんじゃなかったって感じで。それでね、まあ、だから、あのー、シャあの、パンツをね、あのー、試着室で来たんだけど、入ったのよ。入ったんだけど、ギリギリちゃんと入ったらぴったりフィットファスナーが最後まで上がんなかったのね。ファスナーが最後まで上がんなかったんだけど、ギリギリで本当にあの、 あと3センチぐらい上がんない状態。俺の中ではもう、あの、帰りたいから、このシャ,シャツをね、下げて、ファスナーを隠したら、バレないだろうなと思って。で、<laughs> 入りましたつって、あの、ガサッと開けて、でい、大股で歩いて、あの、破れると嫌だから、<laughs> ゆっくり動いて、でも、ね、ちょっと近づいて、で、おー、なんかギリギリ入ったつっていや、なんかねつって、そんジャケット着せられて、 あ、し、シルエットもいいんじゃないですかみたいな。で、奥さんがちょっと気づいて、あれ、ちょっと待って、本当に入ってるって言うから、いや、入ってる、入ってるよ、つって。え、そのまあでも、だって普通にパって手離して、別に落ちるわけじゃない。入ってるっつって、つちょっと待って、シャツ上げられるって言うから。なんで上げなきゃいけないんだよ、つって。<laughs> <laughs> <laughs> すぐ気づくんだよな、やっぱ。やっぱもう結婚生活15年くらい経ってると、すぐ気づくんだよ、旦那の嘘に。<laughs> ちょ、上げられるって言うから、うん、つって。ゆっくり。 もう、うーんって大変なんだけど、まあ、ゆっくり上げるのもおかしいなと思って、パッと上げて。で、すぐ下げて。<laughs> <laughs> <laughs> いいから上げろって。<laughs> っていうくちゃ上げて。そしたら、うん。ファスナー上がってないですねってなったら、結局その、あのー、じゃあ、あの、素材で勝負する方白のパンツの方真っ白なパンツよそれの方を着てみろったら、それぴったり合ったのよ。 で、店員さんも、あの、てなると、真ん中、中のやつも、白の、すごいオシャレな、素材の、T シャツみたいなのがあるんで、それ着ましょう、つって。で、それ着せてくれて、白白黒の素材感みたいなやつ着,着せられたの。そしたら奥さんがそれ見て、まあまあ、それはまあいいんじゃないシンプルだし、って。シンプルだしっていうか、結局その店で、着れるもの3つ合わせただけだった。<laughs> <laughs> ちょっと他と着れなかったんだから。ね <laughs>。 それを着せられて、まあ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 、っつったら、あの、娘が、あの、いやもうお腹すいたんだけど、ってってもうそうだね、っつって。で、ね、あの、店員さんが、あ、じゃあこれにしますか、つっ,って。俺、試着から脱いでさ、で、えっ、ー、と、も、なのレジ持ってくあ、こっちでレジ持ってきますんで、みたいなこと言ったら、奥さんがね、あの、その、ジャケット見て、あっって言ったから、え、何っつったら、あの、そのジャケットが5万するわけ。<laughs> ね。おしゃれな水の素材感で勝負してるやつだから。で、パンツ見たら3万するわけ。で、T シャツあの、オキるシーン、2万するわけ。で、それで、で、10万するのよ。<laughs> で、奥さんが、さっきまでのテンションはどこなのかっていう、パッカツって <laughs> あの言って。で、まあまあ、服が本当に好きな人からしたら別に普通の値段じゃない。ね。で、ちょっといい店でさ、少しさ、そういうやつ着たら、別にジャ,ケ、ね、ジャケットってか、ブルーズの3万ぐらい普通じゃん。 でもやっぱもうさ、そんな買わないから、俺はもったいないって気持ちになってんだけど、奥さんも多分絶対なってんの。なってんだけど、ここまで店員の前でバトルを繰り広げて、買わないっていうのはもうさ、ないじゃん。あねだから、まあまあまあ、奥さんがレジ行って買ってくれたの。で、買って、戻って、これでね、あの、ティム・ギャロの写真、あの、<laughs> よかったじゃんって言って、言ってたのよ。多分奥さんも自分納得させたの。 あの、もう、言い出しっぺだからね。10万かかったけど。<laughs> で、あの、今週の月曜ですよ。あの、その取材があったんですよ。で、それ来て、来行きましたよ。来てね。で、あの、行ったの。そしたら、ティームギャローさんは、結構ほんとイケメンの、あの、なんつったらいいんだろうな。あの、ミュージシャンっぽい、で、メガネ申し訳ない。まあ、 あにまあ、日本の方なんか動画はわからなかった。まあ、日本語も全然喋れたからそのあの、ネームがそういうだけなのかもしれないけど、まあ、手、物腰にあるかな人だったよ。でも写真スタジオね、青山の写真スタジオに呼ばれたんだから、俺。で、行ったわけよ。で、取材と写真撮影やります、みたいな。で、最初インタビューとか受けて。で、写真撮影です、って言われて。まあ、でも大丈夫よ、俺。奥さんが買ってくれた、と思って。で、カメラの前に立ったら、あの、記者が、じゃあ、佐久間さん、ちょっとこれ持ってもらっていいですか、って言われて。 スケッチブック渡されて。で、マジック渡されて。佐久間さんといえばカンペなんで、あの、カンペ書いてる風景で写真撮らせてもらっていいですかで、ティム・ギャラさんが、あ、そうなんですね。カンペですね。わかりました。じゃ、佐久間さんスケッチブックもっと上に上げてもらって、で、そのカンペ書いてる、いつものカンペの感じで出してもらって、つって。全くオシャレな必要なかったって。<laughs> もう完全に <laughs>。でね、俺もう、 多分この後、あの三、ー、試ぐらいまとめてくるんだけど全部同じ出てくるんだ。<laughs> ラジオチャンピオンラジオネームインドカレー。ペンタゴンのハッキングに成功して FBI からスカウトされたけど偶然なんだよな選手権。何も何もできません。オールナイト日本ゼロ。 佐久間信之です。最近面白かったエンタメは映画、ジャンクヘッドです。佐久間信之のオールナイトニッポンゼロ。佐久間信之です。えー、ジャンクヘッドはですね、あの、ストップモーションアニメなんですけど、あの、堀さんっていう監督さんが、あの、一人で始めたの。で、独学でたった一人で制作して、原案、絵コンテ、脚本、編集、撮影、演出、照明、アニメーター、デザイン、人形、セット、衣装、全部やって、 それで途中から仲間が増えてったんだけど、それで7年ぐらいかけて作ったストップモーションアニメなのよ。です。めちゃくちゃ面白いよ。あのー、ほ、一人で作ったら結構ほんわかな感じするかもしれないけど、世界観バリバリの SF で、もう、なんかね、ハリ途中、制作途中の30分ぐらいの時に、ハリウッドから出資も言われて、ハリウッドで作らないかって言われたんだけど、断って一人で全部作ったっていう。でもね、す、本当に世界観もイクレイジーで面白いし。なんで、 これはね、劇場でぜひ見てほしいなっていうふうに思います。えー、メール来てます。ラジオネームウィンナーください。僕は元靴屋の店員です。佐久間さん、大きい服はアウトレットの方がいいですよ。大きいサイズは普通売れ残るので、アウトレットの店舗に集められることが多いです。なるほど。だからほんと、バリバリの最,最先端の服屋に行く,行くんじゃないんだな。申し訳ないことしたよ、店員さんに。本当 <laughs> うん。家族の褒め事見せて。<laughs> すげえ気使ってくれたもんな。うん。えー、続きまして、神奈川県ラジオネーム、おじさんへの近道。僕は郵便配達の仕事をしているのですが、最近配達の一部をロボットができるようにする実証実験が進んでいます。先日はオートロックマンションでの配達の実験をするなど、配達員の確保に苦しむ現場の手助けになることが期待されています。郵便屋さんがバイクに乗って郵便を配達するという当たり前の光景を見られるのも、あと少しかもしれないですね。えー 配達の一部、ロボットができるようになる実証実験ってことは、えどういうことえ、どこまで行くのくあの、運転はして、そっからロボットが届けるのか、それともロボットが、ドローンってことドローンで届けるのかなえ、どういう、実際のこともわかんないけど、そこまで行ってんのすごいね。へえー。ドローンのやつは昔ニュースとかでたまに見ることあったけどな。アマゾンがもう全部ドローンにするとかね。うん。 埼玉県ラジオネームエンチャ。岐阜大学が開発しているお散歩彼女、マイガールフレ,ルフレンドインウォークをご存知でしょうかいや知らないです。<laughs> 装着すれば恋人と手をつないで歩く体験をできるデバイス。<laughs> <laughs> 握り返してくれたり、手汗をかいたり、匂いを発したりと臨場感のある疑似体験を提供してくれるそうです。え その装着するのは手につけるってこと手につけて、ずっと握られてる感じで歩くってことうーわ。うーわ、ちょっとやってみたい。<laughs> すごいな。えそれはじゃあなんか、こっちが握り返したら、もう一回握り返してくれたり。手汗かくんってことも、そんなことまでできんのすごいな。それにじゃあもう VR があったってことでしょそれが V、そんなんもう、普通に彼女じゃん。<laughs> VR があったら、もうそれは、すごいなへえー、引き続きメールをお待ちしております。受付メールアドレスは、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム。サクマットマークオールナイトニッポンドットコムです。では、こちらのコーナーに参りましょう。カンペ。<ー>えー、リスナーからカンペに書かれていたことを送ってもらいます。カンペというのは、番組に。 中にスタッフが出演者に見せる指示の書かれた紙です。そろそろ CM とか誰々に話を振ってみたいなやつです。完表紹介してどんな番組なのかを考えていきます。えー、宮城県、ラジオネーム、故郷は地球。映画とかで弓扱いが出てくると、いやー足りるかなーと、ちょっと心配になります <laughs> 俺これめちゃくちゃわかるわ。めちゃくちゃわかる。ほんとだよね。なんかさ、あの <laughs>、 ほんと、映画とかに出てくるやを出て、使う人ってさ、そんなに前線に来るってぐらい来るじゃん。<laughs> <laughs> 来るんだよなあの、小説とかもそうアルスラン戦記とかね、その、あの人もそうだけどさ、本当に。馬乗って前線まで来て、あの、一軍を引いたりするじゃん。それで嫌で行くっていう。<laughs> あるよなそれ。うん。えー、続きまして、ラジオネーム、ウインナーください。 デイリースポーツウェブ版の人気記事ランキングには、常に2、3年前の記事が入っているのですが、芸能ニュースにも下積み期間ってあるんですかはかわるわるわるわかる,分かる,分かるなんかそう、う本当に、え、またこの人事件起こしたのみたいな感じで見ると、3年前の記事で、ね、千なんか、2019年とか書いてたとする時あるもんね。あれなのがね、その、ワイン的な感じで熟成されて、味わい深くなったりしてんのそれともあれって何通算なのわかんないよね。どういうし、 アクセスランキングで1位になってるのかわかんない。確かにそうだわ。おうん。えー、続きまして。葛飾区ラジオネームポストカードクラフトスマン。この街のファミレスのレジ横に売ってるイルカがついたボールペンは全部買い占めました。<laughs> あるある。あれね。泣き声するやつね。<laughs> 泣き声するやつだ。わかるわかるわかる。<laughs> あー、面白い。うん え続きまして、えー、北海道ラジオネーム、懲りずにミニラーメン。今日のゲストはロボットの、今日のゲストはロボットでないことを確認するための画像認証に使う、消火栓、信号機、横断歩道などを撮る専門写真家です。<laughs> あれなんな、あれなんなんのつまんねえ仕事だな。<laughs> あの、いや、俺一瞬あれ、未だにちゃんと理解できてないんだけど、えっ、ー、と、このぐらい簡単なやつが分かんないと、あなたはロボットですってこと俺時々さ、あれさ、ロボットですって言いたいなって気持ちが湧いたりするんだけど、あのー、あれロボットだっていうところをクリックしちゃうと、あれどうなんのその後、どこに行っても、お前ロボットだなって言われるのロボットに <laughs> 俺、ようこそ、ロボットの世界へ <laughs> 言われんのかなあの、俺を怖くてやれてないんだけど、あれ、ロボットの、ね、とこをしゃったらどうなるんだろうそうアイロボット。あ <laughs> あれ、あれこそアイロボットなのかなああ、あれ思うわ。<laughs> えー、続きまして、新潟県ラジオネームメンタルレンタル。僕の父親は真夏でダラダラ汗をかくような日でも、寝るときには冬用のモコモコのネックウォーマーをアイマスク代わりにした。 五条悟スタイルで寝ることを10年以上前から続けてます <laughs>。新しいなぁ。五条悟スタイル <laughs>。五条、あの、あれね。あの、タオルみたいので、あの、バンダナと組み合わせて目が見えなくなるですね。で、撮るとめちゃくちゃかっこいいっていう。あれはずるいキャラクターだよ。でもね、俺あれだよ。あの、俺もね、あの、ラジオ終わりで寝るときは、あの、どんなに暑くても、 あのアイマスクする五条悟ス,スタイルって似てるよ何だかわかるカーテンから明かりが漏れてくるから <laughs> いやそうなんですよそうなんです五条悟スタイルなんですかねカーテンを変えっていうだけなんだけど <laughs>、えー、続きまして香川県ラジオネームガイルガーゴイル僕の特技は新鮮なアスパラガスを口の中で結べることです嘘だろ <laughs> そうだろう。すげえな。下の力がすげえな。下の力が。だってあんな、あの、新鮮なアスパラガスで茹でてないやつでバッキバキでしょあの、それで、あの、結べるってことはすごいね。それは素晴らしいですよ。うん。本当かやったんじゃねえー、続きまして、京都府。ラジオネーム、好きな教科は電卓。大宮アルディージャは、 過去にアウェイで行われた試合で少ないサポーターをごまかすために段ボールでサポーターを作っていました <laughs>。<laughs> え、ほんとほんとすげえなマジでえしかもこれアウェイでやんのまあ、あアウェイだからアウェイだと少ねえからなのか。あ,あ、でもさ、でもさだよ。アウェイでさ、あの、サポーターをみんな持ってくってことってことは、ホームだったらまだちょっとわかんのは用意してるじゃん。 アウェイに見てで、段ボール持ってって、一生懸命持ってってえ、えっとこれ、でさ、あの、サポーターごまかすってことはユニフォームかなんか着せるのかなそういうことだよね。ユニフォーム着せて、あの、置いてくってことめちゃくちゃ面白いじゃん。なんで J リーグって、その、競技場外の <laughs>、ピッチ外の話がこんなに面白いの <laughs> ああ、面白い。えー、引き続き、カンペに書かれていたことをお待ちしております。受付メールアドレスは、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマットマークオールナイトニッポンドットコムです。メールの件名にカンペと書いてお送ってください。えー、ここで一曲、フィッシュボールで、えー、深海、フィーチャリング近作面、雪地下作、麺。 これはマジの話なのですが、ビートルズを聞いてると、いい企画が降ってくることがあります。佐久間伸行のオールナイト日本ゼロ。佐久間伸行です。この時間は佐久間伸行のオールナイト日本ゼロをお送りしています。えー、メール来てます。ラジオネームサムライダー。佐久間さんにおすすめするのは、服のサブスクです。え毎月8000円で好きな服を借りられますし、何より買う必要がないし、 気に入ったら服をそのまま買うこともできます。ええー、そんなあんのえ、でもさ、その、もう、もうはっきり言うけど、選ぶセンスもないわけ別に。<laughs> <laughs> <laughs> 自由に、あのー、この中から選んでくださいって言われて、合わせて、それが、あのー、いいねって言われる自信すらない。<laughs> そうなんだよ。うん。なんかさ、いや、例えばだけど、あのー、同じように、あの、ネットフリックスとかの中から、まあ、サブスクの中から、こういう時におすすめの作品を3作選んでください。自信あります。服のサブスク、この中からジャケットパンツ全部選んでコーディネートしてください。自信ありません。<laughs> <laughs> あるんだよな。一気に式まとめてくれればいいのかな。えー、続きまして。神奈川県ラジオネーム、ポテチ食べたい、あとモテたい。 僕は以前、階段をすべて選択してください。という問いが来たのですが、階段がどこにもなかったことがあります <laughs>。<laughs> あ、たまにあるね。ああ、なんでだろう、ボットじゃないということを証明するために階段をすべて選択してくださいって来て、階段がどこにもなかったっていうことは、お前ロボットだろ <laughs> って言われてんのと <laughs> 一緒だもんね <laughs>、えー。続きまして、ラジオネーム、ガーグビー。 ホームページのロボットかどうか楽しめるやつ、立ちかめるやつって、実はあの質問で判定してるんではなくて、もっと前のページの段階で、マウスの動かし方などから人間かどうか判定していて、あの質問は審査項目の一つに過ぎないんで、写真の選択を間違えても通ることがあります。あ、へー。へー。そもそもさ、よくわかんないんだけど、ロボットって何、どういうことなのロボットって、 なロボットがパソコンを動かしてるってどういうこと <laughs> よくは、そこがちょっとよくわかんないね、俺も。あれは何あの、たまにはさ、中国でスマホがさ、異常に並んでてさ、あの、なんか、あの、荒らしたりさ、なんか、そういう、なんかバズらせたりするときの動きとか、それが共通だからとか、そういうことそれとも本当に、なんか俺の知らない世界で、 あの、真っ白なロボットがみんなで強制労働みたいにさせられてて <laughs>、そのロボットを救うみたいな <laughs>、あの、ロボットの人権を救うみたいなこととかなのそういうことなのわかんない。それ、ハッキングだったらさ、だってさ、あの、ロボットみたいな動きじゃないわけじゃん。だってね、人間がやってるわけだから。それロ、なんでロボットを確かめなきゃいけないかの理由が言うよくわかんないんだけど。 うん、俺の中のイメージは、あの、盗まれたロボットたちが、あの、真っ白い部屋の中で、あの、カタ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 働かされてて、そいつらを救うためにトラップ仕掛けて、ハッカーがトラップ仕掛けてるみたいなことなのかなってかって思ったんだけど。えー、続きまして、テーマ名ですね。えー、ラジオネーム、タイマイ。 大学生の頃、一回だけパン工場のバイトをしました。なるほど。僕の仕事は LINE から流れてくる箱に油を塗り、それをパンロボットにセットするというものでした。なるほどね。そして作業中、疲れてくるたびにロボットから、上を向いて歩こうの BGM が流れました。<laughs> 元気出てきたもしかしてこのパンはロボット、俺の気持ちがわかるのかと思ったのですが、当然そんなはずもなく、上を向いて歩こうはパンロボット内で問題が起きた時に流れる曲であり。ああ、なるほど。その原因のほとんどは疲れて作業が雑になっていた僕でした。あ <laughs> 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 あ、じゃあこの、 な、対枚が、あのー、疲れて眠くなって、ちょっとミスったりして、ちょっとずれると、それを工場中に知らせるために、う <laughs> をお、ーいって流れて、それではってなんだ。それを、あ、俺が疲れてきたタイミングで、俺を元気づけてくれてるって思ってた。<laughs> 面白いな。不毛な、不毛なやりとりだな。なるほど。えー、では、こちらのコーナーに参りましょう。企画書は、ラブレター。 リスナーの皆さんに送っていただいた一行の企画書を紹介していきます。さあ、どんな企画が届いているのでしょうかあ、<laughs> でもちょっと思ったんだけど、さっきのメールなんだけど。なんでよりによって上を向いて歩こう <laughs> <あの笑>選択。いや、あれか。みんな寝て下向くからかな。その、その、わかんない。俺の勝手な想像だけど。一回上向いてリフレッシュしましょうってことなのかな。<laughs> なんで上向いて歩こうなんだろう。<laughs> えー、企画書です。え五、ー、つ目。 群馬県ラジオネーム、ネバネバのカラッカゼ。各スポーツの審判を居酒屋風のロケスタジオに集めて、苦労話を語ってもらう番組。審判も人間なんだぜ。あー、これ面白そう。やっぱさ、審判の話ってそんなにスポーツニュースとかでもやんないよねで。絶対集めたらめちゃくちゃ面白いと思うんだよな。あのさ、なんか、2、3週間前のネット記事で、ジュビロのディフェンダーの大谷選手かなかなんかの、 ネットニュースの記事見たときに、なんか最近、昔は結構審判にガツガツ噛みついてたんだって。でも、中村俊介選手が、とにかく審判との関係を作るのが上手くて、中村俊介選手の試合は、審判もみんな笑顔でやってて、そっちの方が得だなと思いになって、そうおっしゃってるのと、あと最近、若い自分より下の審判が入ってくるようになると、もういきなり詰めると、テンパっちゃって、その後、全然こう、ジャッジがぐちゃぐちゃになるから、 ミスってても、後で言うようにすると言ってて。あ、そりゃ審判もそうだから、そうなんだなと思って。やっぱそうだよね。その話とか面白そうだなと思うしな。えー、続きまして、埼玉県ラジオネーム。それはもう白石店が。小学校の体育館の椅子が大量に収納されている空間を活用して作る。 巨大押し寿司。よく考えなこんなこと <laughs>。あの、壇上の下にあるやつね <laughs>。壇上に下にあるやつ引き出して、そこにもう押し入れて、バッテラーみたいなのとか <laughs>、チラシみたいの作って <laughs>。<laughs> どっかでありそうだな。スペインとかでありそうだよ。<laughs> え続きまして。東京都ラジオネーム、大根だらけ。36万円を払い、帝国ホテル1ヶ月分を抑えたものの、4日目で自宅へ帰る。 三平。<laughs> 断念といえばの三平ね。長友一家の、で、親友の平愛理からも頼まれて、トルコに渡って、シェフになると言って、3日で帰った。三平。ホームシックになった三平。やっぱ三平レベルになると、やっぱ帝国ホテル1ヶ月も無理かな。金を全部払っても。ああ。えー続きまして。香川県ラジオネーム、ガイルガーゴイル。 魚の名前が潜んでいそうだな、言葉ランキング。第一位。サマンサタバサ。<laughs> はい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 。サマンサタバサ。サンマも入ってるし。サバも入ってるし。いや、入ってねえだろ。<laughs> 入ってそうだ、入ってないのな。うん、サマンサ、タバサ。っていうか、どういう どういう思考回路でこれを思いついたのは、<laughs> ずっと入ってるなと思ってたのからなまあちょっと、すげえ面白いな <laughs> えー、続きまして。えー、埼玉県ラジオネーム、それはもう白石店が。一体、いつからコンドームをつけてないと錯覚していたと、合コンが始まる前からコンドームをつけている、アイゼン・ソースク。<laughs> ああ、面白い、これ。これめちゃくちゃ面白いんだけど。<laughs> アイゼンね。あの、強化水月だっけうん。完全催眠でしょ一体いつから強化水月を使っていないと錯覚していたでしょああのアイゼンめちゃくちゃかっこいいもんな。いつからコンドームをつけてないと錯覚どううし、どういう、どういうシチなんだよ。<laughs> もうね、俺実はもう、合コンの前、お前と会う前からコンドームつけてたからね、っていう。<laughs> 完全催眠だよ。すげえわ。<laughs> アイゼン・ソースケー、今も、持ってくるの懐かしくて面白いなああラジオネーム、クソミチャ、クソミチョゴリラ。主演のゴーリカやめの、やっぱり月には行けません。というセリフから始まる、かぐや姫シーズン2。<laughs> やっぱ行けないんだな。やっぱ女優業に本腰入れたいからね。うん。で、インスタでインスタで匂わせて行 <laughs> くんだな。実写版かぐや姫は。あ素晴らしいね。 え続きまして。茨城県ラジオネーム、アイザック牛タン居酒屋の店の角の高めのところに置いてあるテレビに出てしまい、焦る貞子 <laughs> 居酒屋とかあれね、あの中華料理屋の上にあって、ニュースか野球中継やってるようなところに、あの、間違って出ちゃった落ちる。落ちるって。 で、戻るっていう。ああ、たくさん見られてるし、恥ずかしいっていう。<laughs> はい、これもいいですね。ええー、引き続き企画書を待ちしております。来週はですね、ニューヨーク、芸人のニューヨークの企画書を送ってください。受付メールアドレスは、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム。メールの件名にラブレターとかやって送ってください。ここで一曲、金子あやので、愛のままを。 ラジオチャンピオン。愛知県ラジオネーム。人工衛星ひまわりの約束。ウルフルズの ANA に合わせて、黒歴史ツイート紙芝居選手権 <laughs> <laughs> いや。よくねえだろう。佐久間信行のオールナイト日本ゼロ。佐久間信行です。メアエメアあるメ,メールを紹介していきまし <laughs> ちょう。ごめん。ごめんごめん。<laughs> ごめんごめんごめん。見える。見える。見え <laughs> 新たな髪型しちゃった、その。<laughs> 猫、猫のモノマネ。<laughs> 始まってすぐ、猫のモノマネするってなっちゃった。<laughs> あのごめんごめん、あのね、ちょっと言い訳させてほしいんだけど、<laughs> あのーあのー、あちこち踊りが23時で1時間になりまして、各週収録になった。 上に、まあ、スポンサーコーナーがミニコーナーみたいなのがあって、俺が出て喋るコーナーも出て、結構収録がめちゃくちゃ長くなったんですよ。<laughs> で、学習で、あの、でね、あのー、今日のミニコーナーのゲストがタイガさんだったの。あのー、オードリーのラジオでおなじみの。うん、で、タイガさんの気合がすげえ入ってて、タイガさんがすげえ長く喋るから、すげえ長い収録になっちゃってミニコーナーが。<laughs> <laughs> その結果、あの、結構疲れてここに入って猫になっちゃって。<laughs> あの、4時を過ぎてから。だからタイガーさんのせいよ。タイガーさんのせいで俺今猫になっちゃったの。う <laughs> ん、本当に。あ、斎藤もミスった。タイガーさんのせいだよ。<laughs> それか斎藤がここに来て猫のモのモするしかない。<laughs> いや、そうなんだよ、うん面白かったんだけどね、タイガーさんね。 えー、メール来てます。えー、ラジオネーム、ガグビー。服のサブスクは選ぶのすらめんどくさい我々の心理、しっかり把握してくれてるんで、フルコーディネートをお任せできます。選ぶ手間すら不要です。へえ。そうなんだ。俺ちょっといまいちわかんないんだけど、汚したりとかどうなんだだってなんか、ね、どういうペースで返すのサブスクって。よくわかんないでまとめてきつい一つ、一つ気分送られてきてまた返すってこと へえ、使ってる人いる誰かいなそんないないでしょだからちょっとわかんねえんだよな。どういうことなんだろう。ええ、でもちょっと興味は出てきたな。ふのさ、服のサブスク。ラジオネーム踊る踊り。ニューヨークの冠番組、ニューニューヨークの今週放送では、ラブホテルで帰らま店をしていました。へえ。 嶋佐さんは途中行き詰まった時にあぐらを書いて、電話を頭に当てて、屋敷さんに、ドスケベ一級さんか、と突っ込まれてました。佐久間さん、あいつら絶好調ですよ <laughs>。このご時世にやってんだなチャレンジ。あニューヨークっぽいなえテレワーソンの冠番組、ミニ冠番組とか20分くらいの番組で、そういう勝負してんのいいね、ニューヨーク。え逆にさ、YouTube がさ、 広告がなくなっちゃうから、下ネタはできないもんね、ほとんどね。だからこうやって冠番組で下ネタやってんのかっこいいわ。うん、素晴らしい。えー、続きまして、神奈川県ラジオネーム自称建築家。僕は6歳の時、二足歩行型ロボット足もモを見に、父と日本、日本科学未来館に行きました。 一日に数回アシモのショーが開催され、ショーが終わると専用の展示ボックスに移動し、機能は停止されます。ショーの終了後、僕は初めて見たアシモに興奮し、全く身動きも取らないのに10分以上手を振り続けていました。もちろん、アシモは一切反応せず、そろそろ違うフロアに移動して回ろうかと父に言われた瞬間、機能停止しているはずのアシモが、僕に手を振り返してくれました。この話、 感動しませんか <laughs> いやいや、うん。そんなめちゃくちゃ感動するほどじゃないけど、なるほど、おおっと思うけどね。でもそれ、それあれなんじゃないかな、多分、きっと、後ろで見てたかかりが、あいつ10分以上手振ってんなー、つって、一瞬動かしてやろうかなっていう優しさじゃねえかなって感じはするが、ああ、なるほどね。ああ、素晴らしいと思いますけど。 足もか足もってあそこからどんどん発展すんのかなと思ったら、あのまま何も買わないね。足もってあのままさ、感情とか持ったりさ、いろんな風になってくるのかなと思ったら、あの、シャララーで動いてるのが、<laughs> マックスなままだよね。あれ <laughs> どういうことなんだなえー、続きまして、ラジオネーム、寝不足ビリー。一時期通っていた焼肉屋さんで、 ペッパーくんが接客していたのですが、久しぶりに行った時、首に、いらっしゃいませとだけ書いてある札が書けてありました。<laughs> なんか悲しくなりました。<laughs> まあそうだよな。今、ペッパーくんに、なんつうの、めちゃくちゃ電気代使いたくないもんね。あソフトバンクにはあったよね、ペッパーくんね、よくね。うん。で、いつの間にかもうくなってね。まだある お、俺なんか、まあまあ、俺はそこソフトバンクのユーザーじゃないから、たまにしか通んないから、かもしんないけど、昔はどの店舗にもあったイメージがあったけどな、焼肉屋で、もうペッパー、焼肉屋のペッパーくんさ、もうすすよ、すすとさ、油で、ベトベトなんだろうなって思うと、それで動かなくなってるペッパーくん、いつか反乱起こすんじゃねえかな、客相手に。アイロボットだよ。ああ、面白い。 えー、引き続きメールをお待ちしております。受付メールアドレスは、サクマットマーク、オールナイトニッポンドットコム、サクマットマーク、オールナイトニッポンドットコムです。ここで一曲。フラワーカンパニーズで感情7号線 佐久間信之の「オールナイトニッポンゼロ」そろそろお別れの時間です肉チャでは番組終了後にアフタートークもありますそちらもぜひご覧ください来週はニューヨークが来ますこの後そして4時半から上柳昌彦朝倉家ですぜひお聞きください、えー、メールが来ておりますラジオネームビシバシさくにゃんこんばんはだにゃん来週のゲストにゃーヨーク楽しみだにゃん絶対客にゃーん <laughs> いやマジで今度本当にこういうこと書いてくるやつはもう住所も何も書いてないからな <laughs> めやがって <laughs>、えー、続きましてラジオネームフランスパンタイガのトークに振り回されたサクマをもとに作られた名曲がリシュの猫です <laughs> 猫になったんだよなっていうのタイガのっていう <laughs> すげえなやっぱこの話をもとにアイミューが考えたっ時 <laughs> 時系列がどうなってんだよ。<laughs> えー、ラジオネームいつかのカキフライ。ソフトバンクホークスの本拠地では、100体のペッパーくんがダンスをして応援しています。めちゃくちゃ怖いです。あ、まだやってんだ。へー、100体のペッパーくんが何中に入ってくんのそれで踊るんだ。アイロボットなんじゃないの <laughs> <laughs> そのうちなんかも柳田とか押さえるんじゃないのラ <laughs> ジオネームスイッチ。ペッパーくんは僕の家の近くの浜寿司でも現役です。あー、やっぱそうなんだな。 ペッパーくんの寿命は長いねあやっぱいろんな店舗でこうあのー、生きてんのかなあでもその一気に反乱を起こしたら面白いけどなペッパーくんえー、ラジオネームネバネバの空っ風先ほどアクシデントが起きるたびに上を向いて歩こうが流れるパンロボットがいるというメールがありましたが僕の働いている派遣先の工場では洗剤をボトルに入れる洗剤ロボットがいてそのロボットが故障した時に流れる BGM も上を向いて歩こうですロボットの 故障した時のみんなの合言葉が上を向いて歩こうなのかもしれませんって考えたら悲しすぎんだろ怖あいつらのアンセム <laughs> ロボットたちがみんなで上を向いて歩こうで動き始めるいつか反乱が始まる怖 <laughs> ロボットいやー面白い とということで来週のニューヨーク楽しみです皆さんどんどん企画書を送ってきてくださいそしてですね僕のティム・ギャロのシやつは5月ぐらいに乗るらしいんですそれはそれで楽しみにしてくださいということで「やろうども港に別れを告げろよそろテレビ東京のあテレビプロデューサーの佐久間信之でした」